カロルミクリは、ブッコビナ出身のポーランドのピアニスト、指揮者、作曲家、音楽教師。ポーランド語では、カロルミクリだがドイツ語風のカールミクリの名で知られている。ポーランド人の他に、彼の記事に多く住む、ルーマニア人、アルメニア人の血も引く。ショパンの弟子で、後にその助手を務めた。今日では演奏家としての活動よりも、ミクリ版と呼ばれる。 ショパンの皇帝府の作成者として有名である。著名な門人に、モーリツ・ローゼンタール・トラウル・コチャルスキがおり、孫弟子に、ワンダランド・フスカやミエチスワフ・ホルショフスキ、ステファン・アスケナーゼがいる。ミクリ版の楽譜は、位置に示したように、ドーバー・パブリケーションズから復刻されている。ミクリの目標は、序文において述べているように、作曲者自身が書いたか。 もしくは修正した資料を用いて信頼できる版を作ることにあった。ミクリはショッパンがレッスンの際に述べた発言を詳しくまとめ、権威ある音楽家たちにショッパンの演奏がどのように映っていたかをインタビューしている。ありがとうございます。